生きている気力はなさそうな感じがしますけども大丈夫でしょうか。これからも素晴らしいボクサーです。皆様拍手と声援で迎えてやっていただきたいと思います。皆様どうぞ。アニマル武田です。どうぞ。どうもどうもどうも。あ、ダメだあのすいません、本当にお見たまったら前も来た時もそうなんですけど上品な方が多いです。どうでしょうか。今日はお祭りということで日頃のですね、もううせきたもの全部発散するつもりで、もう注意の目を気にすることなく騒いでいただきたいと思います。もう一度行きましょう。アニマル武田です。どうぞ。だいぶ良くなってまいりました。おっと、まだダメだ。もういいよお前、皆さん頑張ってくれてんだから。いや頑張ってくれて拍手は聞こえたんですよ。拍手は聞こえたよ。声援が一つもかかってこない。まあ声援全然ダメ。あ、男の人はいらない。失礼する。せっかくやと思う、お前声援がないって言うからしてくれてんのに。お前お父さんありがとう。あの、で、できれば女性の方どうぞ。あ、ありがとうございます。もうちょい若い人いねえよ、若い人。よく環境見てよ、バカ野郎。あ、でも中に女性は女性だろうか、お前は。そう、綺麗な。なんでお前、お見たまが来てこうやってわがままばっかり言ってんだよ。わがまま言ってないじゃないですか。お、大体な、はい、お前に責任があるんだよ。え、僕にですか。当たり前じゃないか、お前。はい。お、今な、将来世界チャンピオンになる素晴らしいボクサーとして紹介したんだよ。ありがとうございます。でお前の出てきたなんてこれ、どうもーってな。やっぱ人気商売ですか。人気商売じゃないんだよ。はい。ボクサーってのは強ければいいんだから。はい。お前大体ボクサーとしての自覚ができたら。え、私がですか。そう、だからこれであえて、はい、お前のボクサーという人の自覚をと。はい。お前は一体何だ。ボクサーどっか。いやいや、ここは拍手じゃなくて笑いが欲しかったんですけど、今の面白くなかったでしょうか。おかしいな。おかしいな。我々が時は55号で乗って温めてきたギャグなんですけど。わかった。はい。さすがにやっぱりお見た目の皆さんだったら文化レベルが高いです。私舐めてました。うん、今時お前はなんだ。僕ボクサー。こんなんで笑うのはお見た目にはいません。あ、いないですか。腹抱えて笑うのは水戸まで行かないと笑いません。レベルが高いですよ。文化レベルが違います。お見た目、お見た目違います。気合いでいくんですよ。わかりました。さあ、それでは行ってみたいと思います。彼がどれだけ素晴らしいボクサーであるか、皆さんまずこの顔をご覧ください。どんなに打たれてももうこれ以上崩れるのないこの顔。もうこれがボクサーの最低の資質であります。殴られて顔が変形する人間というのはボクサーには向いておりません。彼のように殴られる前から変形してた方がいいわけです。最後の判定の時に有利なんですね。顔が変わってないじゃないか、そう思われるわけです。そして素晴らしいです、この顔ですね。素晴らしいです。全然殴られても全然変わりません。そしてもう一つの武器はこの鍛え抜かれた肉体です。さあ、ガンを脱いで、はい、今日は特別に寒い中彼が日頃鍛えた肉体を皆様の前で生でお近くでたっぷりとご覧いただきたいと思います。あのアーノルド・シュワツネガー、そしてシルベスター・スタローンも真っ青という超人的な筋肉流の肉体を生でたっぷりと。お前何やってたバカ野郎。お前ストリップショーじゃねえんだよ。サービス仕事かサービスしてんじゃねえ。お前がそんなことやったってお前迷惑なだけなんだよ。迷惑ですかね。うん、今日はドッテンなんだからお前ぐらい爽やかに行け。あ、わかりました。さあ行きましょう。アニマル武田です。あ、あ、やかましいバカ野郎。ご覧ください、この肉体、お近くでたっぷりと見ていただきたいと思います。素晴らしい肉体でございます。素晴らしい肉体です。ええ、素晴らしいです。もうとにかくああ、ちょっと何やってない。ほら、何やってない。女性の方は手触れないでくださいね。体触れないでください。彼の場合ですね、体に触れただけで妊娠させる力がありますんで。ええ、武田君に触れた人はすぐ手を洗っていただかないと、後で、生理が止まります。さあ、素晴らしい。ご覧ください、この会場を一気に走り抜けても息一つ上がっておりません。どっか見てないかバカ野郎。すいません、早く死んじゃうぞバカ野郎。すいません。素晴らしい肉体でございます。だいぶもう年も年なので少し腹の方が出てきましたけど、皆様お力かかるとは分かるでしょうか。すでに乳首が立っております。この敏感な反応の仕方がいいわけですね。素晴らしい立ち方です。コリコリしております。両方ともコリコリしてます。素晴らしい肉体、どこを叩いてもびくともいたしません。痛いとこありません。どこも痛くありません。痛い。素晴らしい、弱点がない男、これがアニマル武田のすごいところです。そしてもう一つの武器はこのリーチでございます。ご覧ください、この短いリーチ、上腕部だけでこんだけしかありません。この短いリーチ、手を上げても下げてもほとんど長さに変化がありません。この短いリーチが繰り出す強烈なパンチ、このパンチが相手に当たらなくても相手が倒れます。なぜか
皆様ここにご注目ください。彼は強烈な脇がなんです。汗をかいて脇が甘くなった瞬間に周囲50メートルに妙な匂いを立てます。これぐらいの会場だと皆様の頭がんがんするようなすごい匂いしてきます。これからが武田君の季節でございます。夏場は強烈です。おお、もうすでに来てます。もう来ております。すごく来ております。さあこれだけの武器を引き下げてですね、これから世界に羽ばたこうとしている武田君、どうやってこれだけの素晴らしい肉体を築き上げたか、今日は皆様の前で公開トレーニングをお送りしたいと思います。よろしくお願いします。やっと太鼓の音も鳴りやみました。舞台に集中できます。さあそれでは行ってみたいと思います。まずは何をするにも準備体操が大切です。いきましょう。準備体操始め。おしまい。 OK。 さあそれではまずはパンチ力を鍛えるために上腕筋を鍛えます。さあ行きましょう。上腕筋を鍛える腕立て伏せですね。さあ行きます。行きましょう。はい、1、2、3。お前これやろう、お前お見た目舐めてんのか、お前は失礼だろ。腕が立ったままで捨てがないんだよ。わかるか、何を立たせようとしてんだバカ野郎。さあ行きましょう。腕立て伏せ、行きます。はい、1。いやなんか違うだろバカ野郎。お前そんなことしてこの舞台から妊娠したらどうすんだバカ野郎。お前認知できんのか。ああ、そうだろ、ちゃんとやるでしょ。最後いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。すいません皆さん、腕立てしてただぼーっと見ないようにしていただきます。こんな腕立て伏せをですね、10回やろうか20回やろうか腕立て伏せに変わりありませんから、できればやめるきっかけとして早めに拍手欲しいんですけど、あ、我々もいろんな会場やってますけど腕立て伏せをただはーはーはーってじーっと見てるお客さんって初めてです。参加してください。のんびり構えないでください。はい、ね、だから拍手早めにしていただくと次にトトトと進めるんですけど、今言ったよりおいくつまで行くんだろうかって、まあ時間的に余裕があるから100まで行く、見えてやろうかみたいな、そういうのんびりとしてはやめていただきたいと思います。彼ももうこの通り来年は60です。いいですね、還暦を迎えますので一つよろしくお願いします。拍手は早めに、ひふみで拍手。やかましいわけやろ、そんな説明しましたっていう。さあそれでは拍手を早く、悪い知恵が働くんだよ。前だっつうから正面向け、正面。いいんですか。いいんだよ、誰が正面しろって言うんだバカ野郎。お前親父の乗らし事じゃないんだから、お前正面っつったら催したらそこでやればいいと思うんじゃないんだよ。ここじゃなくて、違う違う、正面向いてパンチを出せって言うんだよ。あ、前で前、あ、分かった。はい、構えて、はい、左左な、どんな、行くぞ。はい、右。だからお前何やってんだよ、言われたと言ったぜ。はい、右、はい、左、はい、左、はい、右、はい、左、はい、右、はい、右、はい、左と、お前考えるんじゃないんだから、お前中途半端に当たりやがってよってね。お前またちょっとな、反射神経に言うよ、ちょっと反射神経に言うよ。うっ、寒い、寒いってバカ野郎。寒い、寒い、寒い人間が何度も男に汗かいてんだバカ野郎。あ、熱い、行くぞ、熱い。反射神経、右で前出してみろ。はい、右で前回し、左で前出してみる。はい、左で後ろ回し、後ろ回しだよ、これいっぺんにやる。右で前回し、左で後ろ回しな、いくぞ、ワン、ツー、スリー、はい、1、2、3、できたらできたら、右で前回し、で左で後ろ回し、で、右でできない、ちょっと待ってよ、これ絶対だから右腕はこう、はい、左腕はこう、はい、だからこれいっぺんにこう、おお、わかる、すごい。私は自分にできないことを人に要求したこと一回もないからな。本当にすごいですね。まだ行けるぞ。はい、ワン、ツー、スリー、はい、1、できてない。難しいなこれ。まだ、じゃあ簡単なやつ、右腕上下にこう、はい、で左手前後にパンチ出すような感じ。え、そうそうそう、右腕上下、左手前後、そう、行くぞ。はい、ワン、ツー、スリー、はい、1、2、3。何を叩いてんだお前は。え、ちょっと待って、僕は後ろに、で右腕上下、左手前後、行くぞ。はい、ワン、ツー、スリー、はい、1、あー、もう俺さっきよりも難しい。難しくない、簡単だよ。だ、右腕はこう、はい、これだろ、で左腕はこう、はい、これ一品にやる、はい、分かった、はい、やってみろ。いくぞ、はい、ワン、ツー、スリー、はい、いっちゃー。すいません、もう一回お願いします。わかんないよ、そうね。だから右腕はこうだよ、はい、で左腕はこう、はい、これ一品にやる、はい、分かった、はい、やってみろ。ちょっと納得いかないんですけど。何が納得いかないんだよ。さっきの回すやつは身を見せてくれたじゃないですか。今回身を見せてくれませんよね。そうでしょ。いや、
ぱね、お見た目の一つのやっぱり上の人がちゃんと見本見せないと下の者ってついてこないと思うんですよ。何演説ぶってんだお前は。だってそういうのなんだ、お見た目から参議院選挙かなんか出るつもりでいいのかお前。無理無理無理、当たり前だバカ野郎。だってちゃんと見本見せてくださいよ。いい部長、これ難しいですよ。これ難しくないよ。こうだ、これとこれだよ、はい、1回だけだぞ、よく見ていくよ、はい、いくぞ、はい、一回。ずるいよ、誰が。こっちが早くて、こっちがこんなゆっくりは誰だっていきますよ。じゃあやってみろよ。はい、いくぞ。はい、ワン、ツー、スリー、はい。いいって言ってきてよ、バカ野郎。じゃあ私も言いたいよ、こっちが早くて、こっちも早くですよ。あ、こっちも早くな。一回じゃないですよ、うん、続けてくださいよ。わかった、これが、これとこれが一緒ならいいんだろ。そう。よく見てくよ、いくぞ。これだろ、これだよな。もっと早く。いくぞ、じゃあいくぞ、よく見てくよ、はい、いくぞ。一回やるから、よく見てくよ、いいな。一回やるぞ、やるか、よく見てくよ、いくぞ、はい、いいか、やるかな。やってないじゃないですか。いや、今日寒いんだよ、体が温まってないから。寒いよ、言い訳にしないでくださいよ。分かった、日本ですから。これだからね、行くよ、行くよ、はい、これだ、これ行くぞ、行くぞ、はい、これだ、これ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 、見て、見て、みんな見て、あ、すごい、見て、おお、太鼓の方に行ってる人もこっち来て見て、すごい。あ、気持ち悪い。あ、見てる方がイチ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 してきた。あ、すごい、うん、これ、あ、分かった。何、どっちかに集中してたね。そうそう、片方に集中してそこにプラスになればいい。じゃあ俺得意はこちら、こっちです。ほんとで、これを入れていけばいい。うん、じゃあいってみるぞ。はい、ワン、ツー、スリー、はい、イッチにできるじゃん。じゃあこれ、あのね、これあの、ボケ防止にいいんですよ、はい、まあ皆さんはまだ心配することないと思いますけども、だからちょっとね、あの関係者の人にもやってもらいましょう。はい、あ、あちら偉そうにね、腕組んで座ってる商工会のね、お偉当たり人に、だからちょっと連れてきなさい、それ。ああ、なにバカなことやってんだみたいな顔してずっと見てましたからね。本当にできるかどうか、さあ行きましょう、行きましょう。さあ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 、じゃあこのね、10周年の舞台をですね、盛り上げるために協力していただく、お見たまわしの誰を連れてきたかよ、これ。商工会のよりによって会長連れてくるのはバカ。さあ、それではもうこの10周年、出演10周年の、このイベントにですね、なんと商工会の会長が参加していただきます。皆様拍手でお迎えください。さあ、それでは先ほど我々のコントをですね、鼻で笑いながら見ておりました。自分には相当な自信があると思います。まずはじゃあ会長にですね、会長すみません、お名前だけお聞かせいただきます。はい、野村です。野村さん、じゃあ野村会長に、まずさ、簡単なやつ、右腕を前回ししてください。前回し、そうです。会長立派な眉毛してますね。ねえ、すごい、本当に。で、左手を後ろ回しです。おお、おお、お会長さすがに伊達に眉毛が伸びてません。すごい、できますね。じゃあ今の簡単なやついきましょう。右腕を上下にやってください。はいはい、で左手を前後にパンチ出すような感じです。会長、あ、すいません、会長にあらまじき行動をとってますんで今。猫ニャーニャーじゃないんですから。右腕は上下です。右腕上下、そうです。で左手前後です。左手前後で会長、だから猫じゃないんですから。何の猫パンチやってんですか。会長、すいません、会長の意義を示してください。お見たま桜フェスティバルでございますんで、10周年の記念に、とんでもないここで赤パチを書くことになりますから、会長頑張ってください。よろしいでしょうか。さあ、それでは会長、最後です。ラストチャンス、いきましょう。ラストチャンス、右腕上下です。左手前後、いきましょう。ワン、ツー、スリー、はい、1、2、3、4。おいでさん、ではもう一度野村会長に拍手お願いします。やばいね、難しいもんですよね。だからもう、じゃあこれ最後に皆さんやり方をお教えします。これは皆さんほんとボケ防止になりますんで、ぜひあの家族で協力し合ってください。家族で、皆さんは一人じゃありません。右腕上下にこうやってください、はい、でそこに誰かに手伝ってもらうんです、この動きを。人間っていうのはね、自分の頭だけで考えますけども、筋肉に覚えさせるんです。こうやって、で自分でこの動きだよっていうのを覚えて、できたところで手を離せばいいんです。いきます、はい、ワン、ツー、スリー、はい、1、2、3、4。これを本当に皆さんね、毎日やっていただければですね、できるようになります。それがもう、非日常的な動きをすることで、ボケ防止になりますんで、はい、ぜひやっていただきたいと思います。皆さん若いですけどね。そうです。いつまでも元気でですね、楽しく生きていただきたいと思います。はい、今度はね、20周年の時にお伺いしたいと思いますんで、はい、その時まで長生きしてください。よろしくお願いします。どうも、あのステージありがとうございました。ありがとうございました。どうも、失礼いたしました。コント、山口くんと武田くんの爆笑ステージです。もう一度拍手をお送りください。